今よいしょ、はいはい、スパンチャースです。トゥースこれはひどいね。これはひどいですよ。どうしよう。取り直す。全部やり直した。全部やり直します。うん、行こう行こう行こう。気を取り直して。はい。サンチャハウスです。はい。サンチャハウスです。あ、え？はい。やり直すって言ったじゃん。本当に元気にやり直さない。いいよ元気で直す。じゃあ行こう。サンチャハウスです。はい。ということでね。中途半端なんだよな。まあ、ですどっかどっか使おうどっか、うん、はい。でも今日は、うん、カルディおすすめのもの選手権。カルディ三茶めっちゃ近いところに2店舗あるんだよね。うんうん、でもう場所は出ないけどね。場所は出ない。ない自分で探してくれ。道歩いてるとさ、大体もうあの紙袋持ってるじゃん。いや結構ね。マジであれか食パンの紙袋かじゃん。そうそうカルディ。めちゃめちゃ変なもの売ってるからね、マジで、マジで見たことないもの売ってるし、逆にこうカルディじゃないとみたいなものもね、多くあるんで、はい、ちょっとやっぱ入って迷っちゃうと思うんですよ、みんな迷っちゃう。だからそれをここでバシッと俺たちがちょっとおすすめのものを紹介して、それさえ買えば間違いないというような動画にしようかと思います。カルディ2だから、うん、はい、まあということで、はい、何回ありましたが、とりあえず何はともあれカルディに行ってっ、買ってみましょう。はい、行きます。ボコボコがいいタイミングが。はい、買ってきました。イエーイ。胃袋がこうめちゃくちゃ可愛いですよね、うん、これ下げてないと潜りよ。潜りよ。ちゃんとね、この店の名前も書いてあるけど続けるじゃん。イドラフ。アラビアの読み方。ラフレフ。全部広げないと気が済まない。じゃあ誰か発表していきます？はい。じゃあ僕から発表していきまーす。はーい。はい。はい。じゃあまず一つ目が、ダダン。おお。ウォーターメロンジュースです。あ、スイカ、スイカジュース。これはスイカ果汁 100% のジュースで、もう砂糖は不使用、すごいじゃん、着色料不使用です。すごい。やっぱさ、スイカってさ、この時期めちゃくちゃ食べたくなるじゃん、うん、なんかさ、あのスーパーとかめっちゃあるし、うん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 、だからスイカってさ、ダメだ、あのフルーツの中で食べにくいランキング多分7位ぐらいに匹敵するほどさ、なんか食べにくいじゃん。そうだね。これ多分ね、あのドリアン。なんで1位だよ。すごい。5位ドリアン。2位はね、あれだよ、ザクロね。じゃあ、流行る1位は？流行る1位は、パイナップルだよ。そんな聞くなって。ドリアンでいけって言ってたから。多分あと7位じゃないと思うよ。だいぶ食べやすいと思うよ、そのランキングでは。え、でも食べにくくない？なんかさ、あと種あるしね。種あるし、そう、まあ、種も飲んじゃえばいいんだけど。種がない果物とかないか。あとこうさあ、すぐ口の周りびちゃびちゃになるしさ。そうだけど、これはジュースだから、うん、その味がジュースで楽しめる。長いな、ジュース説明が残すことなくね。まだあるでしょ、まだ。でさ、これはこう甘いでしょ、うん、そのフルーツの甘みがすごいから、しょっぱいもの食べたくなるから。なるほどね。その時にこれ、これだよね。さあ納豆が、もう一回言って。普通に入ってこない。何にもわかんなかった。サラトガスプリングポテトスティック薄塩味です。でこれはあのあ、スティック状にカットしたアメリカミシガン州産のジャガイモを揚げた、ミシガン、ミシガンの、でもうね、化学調味料無添加の、あーもうシンプルに、ポテトだけの。いやいや、なんかこういうのってちょっとさ、うん、添加物やばそうな、なんかイメージあったけど、これ無添加なんだ。違います、無添加です。じゃがい、塩だけ、じゃがいも、油、うん、塩のみです。へえ。もうアメリカのポテトってね、ほんとね、欲しいんだよ。
これ、これ以上、以上2品以上2品です、はいはい、そしたら、これなんか甘いものとしょっぱいもので、これ永遠に食べていけるから人間これだけ食べていけば、ずっと幸せに暮らせるからあと何もいらない。これで QOL 爆上がり、 QOL 爆上がりよ、もう、あの天井、もうこれが QOL これ以上ないから天井がかかるっていう、そろそろこの2つ、まあ、小さい頃苦労してたんだそうだねこれちなみにおいくらぐらいの、これは2つで400円、これが110円で、うん、これが、300円ぐらい、そうそう、で、これね、もうアメリカ産だからこれ開けたら完全に密閉されてるからこれミシガンの空気入ってるからこれ吸った瞬間にもうあのミシガンに、確かにミシガンステート、本当に、あーあー、いったね、いったね、いったよ、完全にこれはミシガンだ、でも鼻にポテトついてる完全にこれやばいやつだよ、でもおめっちゃ美味しそう、あ、想像してるんですよ、この、うん、ポテトチップスのよりもほんと細くこう、あ、なってるから、こうスティック状になってるから、うん、すごいね、うん、食べやすくて美味しい、なんかね、うん、あの、何めっちゃ食べたくなる、じゃがいもの甘さをめちゃくちゃ感じる、ほんとに美味しい、近くなのにいつもこうやって飲んでる、そうだよもちろんワイングラス、ワイングラスじゃないと香りが楽しめないから、あ、すごいね、なんかこれ牛乳ある、牛乳パックあるの、手をね絶対配分ミスってるぐらい、いや、これは、いや、じゃあ、あの急須でお茶入れるときと一緒よ、濃さが一緒になるよ、何回もこねますのに、え焦ってる、焦ってねえし、焦ってねえし全然焦ってねえし、ありがとう、真っ赤だね、なんかあれだね、もっと透明、本当にでもちゃんと、そう、18%だもんね、そう、食べほら、ほらな、あ、でもなんかこれ、え、めっちゃスイカの匂いする、すごいっしょ、はい、乾杯、ルネッサンス、もろスイカじゃない、もろスイカ、美味しい、美味しいね、うん、あのさ、すごいスイカ、スイカをさ、こう切ってさ、お皿に出すじゃん、うん、で、全部食べ終わった後にさ、うんうんうん、お皿の一番下にこう、うん、スイカの、そう、ね、急に飲みたくなくなるじゃん、それあれをこうさ、でさ、行くのってさ、こう、ちょっとこう、罪悪感のあるこう、なんて、喜び、うん、あるじゃん、うん、そう、だから、あれだよね、これは、うん、それをこう、なんてパックしましたみたいな、ね、全く罪悪感なく楽しめる、ちょっとさ、皮のとこっぽい味もする、そう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 、するするなんか、なんかちょっと、いい意味の青臭さ、うんうん、青臭さもある、そうなんか、だから本当にこう、100% な、うん、なんだなって感じがするね、確かに、そう、これもいただきます、これはそう、これもこれいただきます、そう、この甘さとしょっぱさの交互にね、楽しんでくださいよ、あー、はい、なんだずっと食える、これこれ一緒くらいの、これ、うん、これうまいわ、そうだ、いいですか、はい、僕の2品はこちらでした、いや、よかったわ、よかったです、これは、はい、美味しい、ありがとうございます、 NEXT! NEXT! じゃあ、誰いきますか、はい、はい、じゃあ、川君、ちょっと、行こうか、はい、はい、僕もじゃあ、石川君に続いてということで、はい、まず飲み物から、お、こちらです、ドゥドゥン、ムーチョアロハハワイアンペールエール、うん、お酒ですね、ビールですか、はい、ペールエール、ムチョアロハ HPA ハワイアンスタイルペールエール、めっちゃめっちゃアロハってことですね、めちゃくちゃアロハ、超フルーティー、え、かわいい、輸入パッケージ、ハワイ関連のこれなのかな、そう、どうして、これ超フルーティー、あー、はい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 、これはあれだね、ハワイ関連の鳥だね、これそう、ちょっとこれをね、まずちょっと飲み込んでご紹介させていただいて、おしゃれな匂いが、あとね、これに合うちょっとおつまみっていうことでもちょっと紹介させてもらうんで、はい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 、まずディップします、これを、おお、え、これをこれでディップします、この3点が僕のです、へえ、すごいね、これはもうでもあの、これもよくある、まあ、よくある、はい、よくあるタコスだね、トルティーヤです、うん、まあこれもなんかなかなか見ないけど、うん、これなんとカルディオリジナル商品、へえ、そうなんだ、そうなんだ、そういうラインが、ハガスチップスプレーン、ね、うーん、カルディオリジナル、で、まあまあ味噌なのは、まあ、もちろんこっち、これはなんとパテです、へえ、何のパテ、カニのパテです、クラブパテ、出た、へえ、めっちゃうまそうじゃん、これめちゃくちゃうまい、カニバターから、マスタード、おお、なるほどね、これめちゃくちゃうまいよ、うん絶対うまい、
絶対うまい。絶対うまい。これうまい、うまい、もううまい。これうまいよ。だからね、みんなで食べてほしい。好きなんだもん。好きなんだもん、そう。集団で。集団。もう、週、あ、もう週で買うというのは難しいな。1時間。パワーで2グル。パワーで2グル。2ディップパワー。これ、その、もう。DPH ね。DPH、ディップパワー。ね。うわぁ、すごいね。もう本当に。うわ、すごっ。カニとタラって感じ。じゃあちょっと皆さんにこれ飲んでいただいて。はい。めっちゃうまっすね、それ。あ、どうもどうもどうも。あ、どうもね。はい。ちょっとですね。あ、どうもどうもどうも。いや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 。乾杯です。乾杯。乾杯。これ本当に美味しいか。うまい。うまい。飲みやすい。美味しい。あ、うまいね、これ。なんか、ちょっとフルーティーな。うん、そうなのよ。酸味があるというか。そうなのよ、これ。ハマっちゃうのよ。グビグビいけちゃうわ。グビグビいけちゃう。で、これをディップしていただくと。ディップ出た、うん、やっぱりちょっと待って。どうでしょう。合う。合う。やっぱ合うわ。これ強いなぁ。これ強いねぇ。いいねぇ。俺ね、タラアレルギーだからね。大丈夫。あ、俺、カニアレルギー大丈夫っす。そうなんだよなぁ。さっきさ、あの、いかがくんが原材料紹介する前に、まあ、あの、カニですって言った瞬間のまず俺の顔と原材料紹介してる時に、カニ、バター、タラって言った時の石川くんの顔抜いたりしてカニのパテです。クラブパテ出た。へぇ、めっちゃうまそうじゃん。タラマスタード。おお、なるほどね。これめちゃくちゃうまいよ。でもタコスにさ、ディップすると発想がいいよね。あ、うまい。あ、うまいっしょ。カニ味噌だ。そう。カニ味噌の味だわ、これ。うん。カニ味噌を、だからその魚のすり身とかでちょっとマイルドにしたような。うん、でもなんか、ちょっと辛味も感じるな、食べるだけで。感じる感じる。うまい。ちょっと合う。これはね、マジでうまい。へぇ。あ、これいいな。え、いくらだったのこれ。あ、そうそう、だから値段は、うん、ほんと100円ぐらい、うんうん、200円、うん、400円ぐらい。ああ、いや、これいいよ、めっちゃいい。あ、400円ぐらいかな、うん、めっちゃうまい。以上が、私のパンツでした。イエーイ。そこです。はい、ネクスト。ネクスト。ネクスト。はい、じゃあ、次の人は誰ですか。はい、行きます。バゴース。じゃあバゴース結構勝率高いですからね、今までこういう系は。いや、そうなんだよ、刺してくんだよな。結構やってるもんね、こういう企画。じゃあ僕はもうほぼワンアイディアです。はい、おこちら、どん、タリーマンドペースト。タリーマンド、マジでこれは最高に美味しいです。マジで。ガバガバじゃん。タリマンド。え、ちょっと待って、何それ。どこ。タリマンドはインドの方で使われてる香辛料で、うん、まあそら豆っぽい豆を潰して、そら豆っぽい、っぽい豆を潰して、うん、なんかこうペースト状にしたみたいなやつで、今回なんと。タコスにディップして。マジで、マジで、うん、いや、マジでいろいろ井川くんのそのプレゼンの時のみんなの表情が面白いってことだね。タコスにさ、ディップすると発想がいいよね。ということでね、まあね、同じなんでこれで。確かに。じゃあまず、ね、開けてみたいと思います。やっぱ確かちょっとね、ディップしてっていうのね。ああ、知ってるよ、知ってるよ、何言ってるの。もう、まあ、久しぶりに買うからさ。あ、そうなんだ。結構長持ちするの。うん、そう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 。石川くんスタイルでちょっとインドの空気吸ってよ。インドの空気、インドの空気吸ってよ。インドの空気よ。俺ちょっとインドの空気吸うね。インドの空気吸うよ。ああ、ああ、これこれ。ちょっと待って、いつものやつ思ってた色とちゃうやろ。さては、これちょっと撮ってほしいよ。思ってた色ちゃうな、これ。これちょっと別撮り。これいつものやつだな。これいつものやつだよね。
お腹にいつも、ね、黒だよこれ大丈夫え、なんかこれディップして食べるのがね確かね本当に原材料とかは、うん、特に書いてないいくらすんのそれ、うん、400いくらで、ね、へぇあげます、うん、確かにチョコみたいうん。おいしい。うん。何味？そのままや味やの。いやまあやっぱうん。パリマントだなーって味がする。あ。実食したい。実食してください。なんか匂いがいい。匂いがいい。一個だけ言うと、ちょっと飲み物は用意しといた方がいいかもしれない。現在料名、タリマンドと書いてないんだけど何タリマンドそれ、インド式じゃんちょっと俺もいただこうかなえぇ、何気になるえちょっとなんか言ってじゃあ、僕はブルーベリーみたいなちょっと味がするよねベリー系のベリー系のえなんかベリー系の味え、甘いってこと、うん、なんかね、酸っぱい、めちゃくちゃ酸っぱい、うん、あのね、見つかった、うん、分かりやすい視聴者に構図あー、うん、あー、そうだね、まあ、そういう色だねなんだこういうのの、中国のうんいわゆる、あの、酢豚のあはいはい黒酢のそうだそうだ、うんクローズ酢豚のタレの味確かにを煮詰めた感じだねなんかちょっとしょっぱい体良さそううんタレイチゴムヤつけてなかったっけもうつけてたつけてたイチはいつも食ってっからそっかいやいやその用事合ってんだよね確かにねクローズって聞いてなかったら戸惑うわねなんか別にまずいとかではないいや、まずくない、ね、ごめん、ちょっと今のはあえて食べさせたみたいなところあるじゃんなるほどねこれ本当は料理に使う調味料なんですよあ、そうなんだあえてちょっと味を確かめるのにタコスでっていう前哨戦ねそうそうそう、うん、だからちょっと料理を今から作るんでうん、うん、で、それ用のめっちゃ合う商品がカルビにあるんでそしてに作るだけなんですけど、こちらですねお上海焼きそば。はあ、めっちゃ美味しそう。中国っぽいって言ったのはある種合ってたんだ。上海焼きそばのあれとすごく合うんで麺と。これをちょっと今からあえてちょっと上海焼きそばを作ります。はいはい。メッセ。ということで作ってきました。ありがとう。どうぞ。上海風。あなんかでもいいんですよ。いい匂いする。いただきまーす。いただきまーす。いただきます。え、美味しそう。超いい匂い。これね、ペーストを混ぜただけ。麺に。うん。ああ、匂いがいい。うん。うん。うん。これどう？これが好きで。これさ、他の調味料一切使わずに。そうだね。まあ味を知ってほしくって。無駄はもうちょっと。整えて普段の整えたやつ出せなるほどねこれ何付属のタレ入れてないんだ入れてないよ入れずにこれだけですこれだけマジかよにしてはうまいわはいということでタマリンドペーストでしたイエーイ美味しかったイエーイって動画じゃないです美味しかったなんだよ美味しかったねまあまあ本当にね経験としてはどんぐらい食ってんだっけ週週いやまあ 0.03dph まあディップはねパワーねディップちょっとディップではなくしないですねはいぜひはいぜひ正しい活用方法をちょっと入れる分にはでも本当に美味しくなるんじゃないかなっていうまあねポテンシャルは感じるそのポテンシャルをさ用法用量をねちょっとやっぱこのなんだろうやっぱ悪く言えば埋もれちゃうよく言えば隠し味で調和する味なんだけどそうなんで劇薬紹介されてるの本当にね隠し味でなんかさよくカレーにさインスタントコーヒー入れるみたいなね本当
そういう表からは何も見えないけどちょっとコクとか出る、うん、そういうものに我々はこれをディップしました。ちょっと今回こういうメインに引き立たせただけでちょっとやりすぎちゃったみたいなね。タラマンドがさ、タマリンドね、タマリンドがこんなに表に出たこと多分なかったよね今まで。本社のなんか公式タイアップとかできんじゃない。確かにね、アンバサダー、アンバサダーって書いてある。インドだけどね、この会社。ありがとうございました。マグマフーズです。お待ちしてます。マグマフーズはお待ちしてます。はい、じゃあ次、誰ですか。はい、はい、大鳥、ね、大鳥カルディを侮辱してますよ。皆さん、え、何をふざけたこと言ってんですか、本当に。じゃあ行きますよ、うん、私の商品こちらでございます。まあおうち時間増えてますよね皆さん。確かに、はいはいはい、あの最近ネットフリックスとかよく韓国ドラマ面白いからさ、面白い、ね、見てるんだけど、うん、ドラマをさ見てるとさ韓国料理食べたくなるじゃん。わかるわね、うまそうだもんね。でそういう時にさ、うん、その韓国料理屋に行ければいいけど、うん、行けないことの方が多いじゃないですか。多いです。そんな時にね、サンチョにはカルディがあると、うん、いうことで私が買ってきたものこちらでございます。お、一つ目がこれですね。あ、マッコリなんですけど、ちょっと名前がわかんないんだけど、はい、まあパッケージが可愛い。可愛い。ね、なんか線って書いてあるやつ。これ一線ド？一線ド？まさか。アルコールどうする？一線ド。大丈夫？一線ド？一線置くって書いてある。一線置くで置くと。乳酸菌の数みたいな話じゃないの？ああ、なるほどね。乳酸菌の数ね。マッコリとのアルコール度数めっちゃ低いからさ。5%ぐらいじゃん。このもやしナムルの素ね。はい、絶対うまいじゃんこんなもん。で、もう一個、まあおつまみね、お酒とおつまみと、うん、まあ韓国料理風にしようと思って、うん、チャンジャとクリームチー、最高です。なるほど、最高ですか。今回は優勝を狙ってます。いやー、ね、気に入ったな、うん、気に入ったな。まあ前のプレゼンがあんなんだったんで、まあね、絶対勝ちは確定かと思いますよ。で、もやしナムルを仕込んでおりますので、おー、はい、スマートに出てきたな。いいね。で、皆さんグラスを頂戴してよろしいでしょうか。はい、最高、マッコリ大好きなんだよね。そう、俺もマッコリ大好き、うん、普段あんま言わないから、今回ほんと一銭のマッコリ持ってたけど結構言われそう。今回クリームチーズをですね、うわ、何それ、美味しそう、うまそう。スライスのやつを買ったので、これでスライスのクリームチーズになるんだ。そうなんですよ、マッカルディになってる、ね、これを包んで食べて、うん、マッコリグイッと行くって感じで、あー、いいですね。コリアンナイトやりましょうよ、うん、最高じゃないですか、本当に。えい、やばい、おっぱー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 、飲みやすいっしょ、うんうん、なんかちょっと明日仕事でも、ね、ちょっと濃いか、うん、いや、美味しい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 。これあれか、マッコリサワーだね。そう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 、ビタンさんだけどね、うん、ちょっといただきますね。はい、どうぞ。そういうタイプ、結構こうなるのね、うん、なんかさ、うん、クリームチーズもうちょっとちょっとでいいんじゃない、うんうん、こんなに分厚いとはね、半分ギュッてに忘れてた、うん、もやしの村は多分ね、うまくできてると思う。うん、うん、うまっ、おいしい。これうまいわ。うん、うまい。で、ここにチャンジャを少し乗せて、うわっ、それやっちゃいます、ね、こう口に運んできたら、目の前に広がるこのソウルの釜山の景色よ。先輩切っちゃうの背景みたいだったけど大丈夫。釜山の景色、頭が真っ白になりました。いや、美味しかった、うん、じゃあ結果アップしますか。はい、はい、今回はこの4人でじゃあセールを指差しますか。はい、でもさ、順位つけるとか多分カルディも望んでないと思う。いや、やめろお前。せーの、おー、2対2だ。2対2か、これでもまあ引き分けってことでいいんじゃない、うん、今回は本当に。そうしよう。じゃあリカちゃんとタカシの引き分けでした。はーい、まあ、年ねえな。カ
ルディに行った時はぜひね、イカちゃんの買ってたこのペースト、カニのペーストとか、そうこれね、うん、マッコリとかね、これマジうまいから本当に。そうとか、たかしの飲んでたこのアルコール度数1000度のあのマッコリサワーとかね、あのもやナムルの元とかね、ナムルの元とかね、オーブンで焼けるカルディじゃないか。ないんだけど、ないんだけどペースト。ペーストどっか行ったんですか。ということで、オチがつかず。そう、はい、まあ、ぜひ買ってみてください。あのこれはね、はい、あの MVP です。あれ隠し味として入れてあげてください、ね、はい、これ使いこなせたらすごい。これなんかでもね、本当ね、あのこれとあとナンプラーとかで炒めるとすごく美味しくなるらしいです。あとでまた、またぜひカラディ行ってみてください。はい、ありがとうございました。じゃあねー、カラディおまけ。じゃがいもの甘さをめちゃくちゃ感じる。本当に美味しい。よく食べて。一回これさ、あれに開けようか。コップに開けようか。そうだね。はい、ちょっとテイスティングできるようにした方がいいかもしれない。四角でもあれなんでしょう、これ初めて買ったんでしょうね。え、初めて買った。ダメだよ、回ってるよ。カニのパテです。クラブパテ。出た。めっちゃうまそうじゃん。確かにめちゃくちゃうまそう。へー、これめちゃくちゃうまいで、うん、カニバターちょっとろっとタラ、これ何つけてみたらタコス。知らねえ。知らねえって何。いや、その今だからカルディ通の手でカルディでそれぞれおすすめ商品を買ってくるんだけど、あ、実際は別に今初めて食べた、うん、あ、そうなんだ。これ誰買ってきたの。いつ。これ今全員がその曲やってて、全員あの素が出ちゃうっていう、美味しそうって言って美味しそうって言ったり、やばって言ったりしちゃう。